再びご登壇になりました、イクラプトの村上と申します。よろしくお願いします。それでは、先ほどの矢野さんの話を引き続きではないんですけども、リブレーションラインの代表環境での稼働というところでお話をさせていただきたいと思います。先ほどあの会社の紹介だったので、私の自己紹介をさせていただきます。村上正樹と申します。アイクラフト株式会社の所属で、今私が主なタスクとして持っているのがサーバー運用管理、新規運用、新規構築、あとはネットワークの24時間365日の運用管理といったところを、去年は、ワーカーだったんですけど、いつの間にかマネジメントをする立場になっちゃいましたと。いわゆるゴリゴリのインフラエンジニアです。なのでこちらにいらっしゃる多くの方のようなあのコードをバリバリ書いてっていう形ではなくて、サーバーの保守運用とか、まあ、そういったところから、ハードディスクいじったりとか、壊れたサーバーを2個位置して、新しいサーバーを立てることに何か喜びを見出すとか、まあ、日々そんな形で仕事をしています。あとは先ほど、冒頭のセッションで申し上げましたリブレボックスのマーケティング、営業全般そういったこともやっております。昨年の、アルバニアティラナでありましたリベロスカンファレンスの方でも、去年、リベロスオンライン関連で発表してきました。あとコミュニティ活動としましては、地味にウィキペディアの管理者だという権限を持っておりまして、気に入らない記事があれば消す、まあ、そういうことはしないんですけども、これはまずいなっていうのを、なぜか仕事中に、まずい記事を消したりとか、こいつやばいっていう IP をブロックしたりとか、そういったことをたまにやっています。はい、ということで初めになんですけども、先ほど矢野さんのカードの方もありました通り、リブレスオンラインロールですね、こちら以前よりもかなり、改善されてきております。これは本当にコラボラ社さんの、はじめとした皆さんのおかげだと思っております。なので、かなり改善されてきたんですけども、大人数で使うときには、まだまだ考慮しなければいけない点があると思っています。あと、まあ、今回はそういったところをですね、矢野さんとはまた違った切り口でちょっとご紹介をしていこうかなというふうに思っております。はい、まずですね、こういうサーバーを構築して運用するっていうときに一番肝になるのがこのキャパシティ計算なんですね。じゃあ CPU 何本いるねん、メモリー何本いるねんみたいな話を、しないといけません。やはり頼りになるのはやっぱりコラボラ社さんの資料なので、これを開いてみたら、CPU は、10アクティブユーザーあたり1スレッドで、メモリーは1アクティブユーザーあたり50メガバイト、ネットワーク帯域は1アクティブユーザーあたり 100kbps、まあ、これぐらいが必要ですよというのが、コラボラの方からは一つの指針として出ています。なので、まあ、これも本当にコラボラさんの、ざっくりの計算なんですけども、500ユーザー程度を想定するとマックス50ユーザーぐらいが同時に使うでしょうと。そうすると、まあ、CPU が5スレッドあればいいですよね。なので、4コア CPU、4コアじゃ足りないけども、G4 の8コアぐらい、まあ、最近ですと、G4 シルバーの、8コアぐらい積んだけばいいかなと。メモリは 2.5GB、まあ、OS も込みで、まあ、最近ですと、まあ、最低 16GB ぐらいあればいいのかなと。で、あと、ネットワークは 5Mbps なんで、普通にネットワークが、まあ、繋がってれば大丈夫ですよね、ということが計算できるのかなっていうのが、あくまでもコラボラさんのデータを基にした机上の計算ということになります。これは先ほど矢野さんの方からもありました通り、一旦、他のサーバーから、ロールのサーバーに対してファイルを送り込んでいるので、送り込まれるファイルの容量とかに依存する部分がありますので、これが必ずしも正しいというわけではないですけども、まあ、大体の計算は成り立つのかなというふうには思います。あとですね、先ほど矢野さんからもありました、ロール WSD.XML っていうファイルがあります。ここに、普通のサーバーとか、例えば Apache だと http://conv とか、まあそういったコンファイルっていうのがあると思うんですけども、ロールについてはこの XML ファイルを編集するようになります。あとで、先ほどあった SSL の方は、矢野さんからもご紹介があったんですけども、あとこのロギングセクションっていうのが非常に重要かなと、サーバー管理する立場としては思ってまして、自分も何も知らずに、あれ、ロールのログってどこに溜まるんだろうって思って、ロール WSD.XML を開いてみたところ、
デフォルトだと添付ファイルの下に配置されています。なのでこれは場合によって場所を修正してください。まあ大体の作法によればバーログの配下にフォルダをディレクトリを切って、まあ、そこに貯めるようにするのかなっていうのが通常のやり方だとは思いますが、ログを保存するディレクトリに対してロールを実行するユーザーのアクセス権を付与するって何を言ってるの、これ実際にサーバー触ったことのない人は何を言ってるのかなっていう感じになるかもしれないんですけども、iCraft が出している、ロールの構築マニュアルによりますと、基本的にはロールの実行ユーザーはルートではありませんので、ただバーログ配下に普通に、ディレクトリを作っちゃうとルート権利がないとアクセスできないということがあると思います。なので、アクセス権を付与してください。あとローテーションしない設定になっています。ログローテーション一切しデフォルトではしません。なので、普通に使ってて2週間3週間放っておくと、多分ディスクの容量アラートが上がります。なのでローテーションをしてください。ネバーってなっているのはウィークリーっていうふうに、これはWebSocketのポコの、セッティングを取ってやってくださいっていうところですね。はい、あとは SSL のセクションで、製品の証明書を取得した場合は、サーバー証明書の場所は、変更しておくといいでしょうということですね。あとやここは、山さんからもありましたので、割愛させていただきます。で本題です。大規模な運用環境で運用するためにどうやっていけばいいのか、先ほどあった、ざっくりの、矢野さんからも大体これぐらいで使ってくださいねっていう話があったかと思うんですけども、じゃあ大規模な運用環境で運用するときにすぐ重たくなるとか、マックス上限が来るとか、iCraft でも社内で運用していてかなり、互換とかって言って結局、NEXT CLOUD から呼び出してるんだけども結局ダウンロードして編集するパターンが多いとか、そういったことがよくありました。で、じゃあどうやって対処しようかなということで、パフォーマンスを向上させようとすると、じゃあ中身のコードをいじるのかと、インフラエンジニアが、そういう、C++ のコードを読んでそれを解析して、じゃあ、改良を加えるのか、これちょっと苦重いですよね。僕の後輩の、2年目のインフラエンジニアなんですけども、実はロールっていう、あまり詳しく、先ほどあまり出てこなかったんですけども、WebSocket に POCO っていうものをインストールしたりだとか、Node.js が動いてたりとか、まあ結構いろんな技術を使ってるんですね。で、その後輩曰く、ノートと見ただけでジンマシがするとか、まあ、そんなことを言うような人もいるぐらいなんですけども、まあ、そういったところも出てきますとか、あとスケールアップが困難な場合がある、まあ、これは普通にサーバー運用していれば、じゃあリソース足りないから CPU 追加しようかとかメモリ追加しようかとかっていうのは仮想マシンであれば簡単かもしれないですけども、まあ、当然一旦再起動して一旦止めて、その間に、VM なり Hyper-V なりの、設定を変更してまた立ち上げるっていう作業が必要になります。一部クラウドだとね、無停止でスケールアップができたりとかっていうの一部ありますけども、まあ、そういったのが困難な場合も当然あります。オンプレの、物理サーバーだと絶対無理です。はい、であとは、負荷を分散させるっていうことが考えられるんですけど、まあ、それだとサーバーだけでなくってインフラ全体でパフォーマンスを向上できそうだなということで、負荷分散を考えたというところですね。はい、で、先ほど、矢野さんから、コラボラオンラインのアプリの、画面が紹介があったと思うんですけども、これの問題点として、ロールサーバーが1台しか対象に設定できない、複数台設定しようと思っても書くところは1個しかありません。まあ、であとは HTTPS の通信が必須ということなんですけど、まあ、これは昨今の、全部 HTTPS 化という流れからしてもそうですし、あとは特にインターネット上の、機密データが流れるというところからも HTTP 通信でいいじゃんというのはなしでいいのかなというふうに思います。ということで、負荷分散を考えました。ロード
ードバランス、ロードバランサーの機能を利用してロードバランシングをしましょうという、まあ、インフラエンジニアとしてはごく真っ当な考え方ですね。ということをやっていました。ということで、クライアントからは NEXT クラウドサーバーに接続、NEXT クラウドサーバーに、アクセスします。で、ロードバランサーを経由してロールのサーバーを2台用意して、そこから返すということを考えました。で、行いたい通信っていうのは、こういうことですね。先ほど矢野さんからも動作の仕組みの説明があったかと思うんですけども、同じファイルに対して行う編集の操作は、同じサーバーに向かってほしい。要は、あるファイルの操作をしているのに、A サーバーに行ったり B サーバーに通信が行ったりされたら、当然困りますよねっていうことですね。で、ということを考えてやろうとしたのですが、デモするつもりがデモの環境がちょっと後でお話ししますが、ちょっと作れなくて、デモの画面はありませんが、結果としては、普通に設定してしまうと、ネットワークノードバランサーの機能を使ってしまうと、均等に通信が分配されてしまって当然失敗します。これでよく iCraft のサーバーも2台で運用してたんですけども、結構エラーを吐きまくっていました。で、とはいえ、何事もなく編集できる場合も実際にはありました。なぜっていう、まあ、これがちょっと謎なので、できれば解析したいところなんですけども、まあ、ちょっと、もっといい方法があるんじゃないかなということで、ちょっとこの後で説明したいと思います。要はセッションがどのファイルを操作しているのか識別する仕組みが必要なんじゃないかなということが、考えて、まあ、思い当たるところでした。はい。で、じゃあインフルエンサーの鉄則ですね。ログを確認しましょう。で、ログを見てみました。先ほど、ロールの操作ですね。ロール WSE.log っていうログに、ロールの操作が、ロール動作のログが残るんですけども、こっちはどっちかというと、もうすでに振り分けられた後なので、当然負荷分散のための解析には役に立ちませんということで、リバースプロキシーであるアパッチのログで URL を確認しましたというところで、先ほど言った、ここですね、ポストで、エロリーフでって、ね、うちゃかじゃって書いてありますけども、要はその先ほど説明があった、NEXT クラウドサーバーからロールサーバーに対してファイルが送信されて、あとは、GET ファイル、GET の動作でずっと行ってるっていうところなんですけども、要はこの部分ですね、エロリーフレットスラッシュ、これ生で書いちゃったんですけども、要はここがハッシュ値的なものになってるんじゃないのかなっていうところに想像が至りました。で、URL の特定の部分を禁止してロードバランシングって何があるのかなとかっていうことで、HA プロキシが使えそうだなっていうところに発想が至りました。で、最初のうちは、これ、先ほどお見せしたこれ、某クラウド環境。のクラウド環境で標準で提供しているロードバランサーの機能を使ってやったんですけども、当然それは、ラウンドロビンか、リストコネクトかどっちかっていう形なんで、当然これ失敗します。じゃあ、F5 のビッグ IP なんかいいのかなとかっていうことを考えて、安く上げたいのに余計高くついたっていうことになりかねないと思ってたのですが、HA プロキシが使えそうだなっていうところで、思い至りました。で、煙幕正規表現で、このエローリーフレットとの後のハッシュ値みたいなものを抽出して、キーワードにセットして、特定サーバーに振り分ければいいんじゃないのかなっていうところまで、たどり着いて、検証環境を構築しようとしたところで、私の本業の方が炎上してしまいました。っていうところで、なので、結果は書けない状況でしたということですね。ただおそらく、これでうまくいくのではないのかなというのが今のところの推論です。はい。まとめとしましては、ロール動作は、まあ、目に見えて会計経過になってきましたというところで、日本語の動作もほぼ問題ないですと、適切に設定することで、ある程度、環境が大きくなっても対応可能ですねというところ、あとはロードバランシングもおそらく対応可能ですということで、引き続き調査検証を行って、結果を発表できるように頑張っていきたいと思います。
早速最速で、なんとか6月までに目処をつけば、アルメリアのユベロスカンファレンスで発表するように CFP を応募して、発表できればいいのかなというふうに思っています。はい、でちょっと時間が余り気味なので、余談をお話しします と、先ほど矢野さんからハイクラフトのブログではゴリゴリコンパイルしてるっていう話をしてましされまして、まあ、実際、先ほど申し上げた、セッションで言ってた、新人研修とかインターン研修とかも全部リブルスからコンパイルしようっていう無茶な要望を突きつけてやらせました。で、最近ですね、実はハイクラフトではデビアンではなくてセントOSを実際使ってるんですけども、最近だったのセントOSで、コンパイルしてるとコンパイルそもそもできねえとかって言って怒られて、なんだって言ったら GCC のバージョンが 5.0 以上じゃないとコンパイルができませんとかっていう、最近なんかバージョン上がったらねなって、で慌てて、セントOSの、バージョンでバージョンに行くと 4.8 点いくつとかっていう、やむで落ちてくる最新がそれでした。しょうがないのでデブツールセットをインストールしようとか、まあ、そういう指示をしてですね、ようやく新人たちもコンパイルができるようになったと、まあ、そういったかなりハードな環境でやらせていただきます。あとですね、実はハイクラフトは地味に一つだけ宣伝させていただくと、コラボラッシュのパートナーになっていますので、先ほどあったコラボオンラインの、正規導入ということもライセンスの手配からご支援からできるようになっておりますので、もし正規の環境でちゃんとしたサポートが欲しいということであれば、ハイクラフトにご用命いただければコラボオンラインが手配できますので、その時節はぜひご用命のほどよろしくお願いします。ということで、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。